名は弓雄、1月3日から2006年9月1日、94歳没は日本の時代交渉家、武術家、舞踊家、福岡県北九州市生まれ、武蔵野音楽大学卒、先祖は美の大垣藩のよりきを務めたという、時代劇の時代交渉、武術指導を行った、鳥物道具を収集し、その鳥物道具コレクションは現在、 明治大学刑事博物館に収蔵されている。杉良太郎など、史実に近い小道具を好む時代劇俳優に信頼されており、新語、鳥物町、童心赤月乱之助などの時代交渉では、従来の時代劇に使われていた小道具とは違う史実に基づいた小道具を提供した。そのため従来の時代劇視聴者から、雇用提灯のデザインがおかしいと苦情を受けたが、 縄はその苦情に対し史実を交えて、きちんと説明し、視聴者を納得させた。次長、隠し武器騒乱の末尾、終わりにあたって、正木龍竜万力者術伝承と、宗家廃絶にて、と明言した。縄弓夫の死後は、正木龍宗家は存在せず、市販家が、正木龍を伝承している。縄弓夫、間違いだらけの時代劇、川出文庫77から80ページ参照。 ありがとうございます。